おはようございます、音声が聞こえないかもしれないけど、ちょっと携帯で撮ってるんですけど、今日の企画はですね、今これ資材置き場、朝から資材置き場に来てるんですよ。朝今7時前5分前なんですけど、毎朝資材置き場に7時集合、トラック乗ってく人間だけね、トラック乗ってか人間は直接現場行ってると思うんですけど、ちなみに3日前4日前にそういう企画をやったんですよ。みんな7時に来るかどうかって。その時は俺もね、これぐらいの7時5分ぐらい前に来たら、やっぱね、前日から連絡入れてるからね、みんな15分前に来とるやつもおったし、まあ7時には来たな、1分遅刻ってやつがおったけど、あと全員集合したんですけど、今日どうなるかだよね。今日は本当にもう 無告知、寺道ミッチーにだけは行ってるんですけど、ちなみにミッチは早めに10分前に来いよって言って行ったんですけど、今電話あってちょっと10分遅刻しますって連絡があったね。お、来た来た来た、誰から来たよ。57分多分あれリュウジだな、さすがだな。あそこにね、会社の駐車場があるんで、向こう側にね、外にあるんですよ。これセコムとかあってるけど鍵ないから入れへんんだけど、あ、来たな、来たり。さすが一番に来たね。ちょっと眠そうだけど。おはよう。おはよう。あれ誰だ？あ、ヤマトか。さすがだな。おはようございます。ヤマト君です。見たい。はい。一番動画に出ながらヤマト君です。もうちょっといや、ずっともう下向いてこっちゃう見てたから。いつらやね。さすがだな。一番に来そうだな。はい。そう。まあ、この間はカメラ回しますって言ったもんね。みんな早く来とったけど。7時です。はい、あと次から全員遅刻。はい、視聴者の皆さんが何を言おうか僕はぶち切れますんで。アンチさん、行ってください。なんぼでも。あ、来た来た来た。親父早いね。7時ぴったり。1分。アウト。アウトです。アウトです。今来ましたわ。疲れたわ。4キロ自転車で走ってくるらしいんで、やっぱり年寄りはダメだな、ポンコツはダメだ、ポンコツのやつだね。消しジャンガーね。はいはい、お願いします。はいはい。お、勝負きた。7時1分何分になるか。1分一発だからな。ここまたいだんだぞ。あー、ゴール。どう？だって朝6時に公開して1時間以内で見てくれてる人すごいな。すごいですね。思ったけど、おはよう。モーニングルーティーン、翔くんのモーニングルーティーン。どこ行くの今日？今日春日井ですね。誰だ？あ、ベトナム人と。どこの仕事？はい、飛んだ、飛んで飛んで。お前一発だった。映った？映ってないかもしれない。もう一発やらせて。いい、映ってないのもう一発やらせて。いい、はい。これがいい。1分10円。で、稼げとんない現場が。そうです。なんでなんか富山のゴミ回収。ああ。山、お前ゴミ回収ついでお前ちょびしょんからゴミ回収業者に変わったの。そう、ね、すごいね、足は。やる気が違うね、足もあるの。ねえ、ちゃいますね。自社のやつ。え、自社のやつ。あ、自社の現場の現場のゴミ。あ、営業から頼まれて。そうです、ね、どういうことなんで。ゴミ回収、意気込みをちょっとカメラに向かって視聴者の皆さんに向かって、ゴミ回収ゴミ回収視聴者に向かって、足場じゃないけど、うん、おー、かっこいい。ゴミ一つないよ、うん、拾ってきます。ゴミだ、まあ、大事だよな。そう、ゴミ回収黙っとんな。あ、ヤマト映りたがらんもん、あいつずっと下向いてるからな。カメラ見てる。お、何分や今？何分？5分。すいません。6分やね。すいませんでした。6発。ケツ出せー。ケツっすか？どれもいいだろ。いいんじゃないですか。おはよう。お前も6発。マジか。マジか。しゅうさん、無事やや子。はい。モニグルティ、カンタ君、この間遅刻しずに来たけど、お前うまいな、やっぱな、動画回さんな。回してる時だけ来てな。おはよう。やう。うー。お
元気ね。ベルト見せてみ、ベルト。ベルト見せてみ。はい。ベルト。あー、かっこいいかや。コア。はい。私、ワン。コアワンです。はい。あ、もう行ったな。アシャ職人のモーニングルーティーン。モーニングルーティーン。得意ね、お前。出てる。そういうとこだけピシッとしてるの、今日カメラ回るってお前だけ知ってるから。お前だけ知っとってなんで遅刻してくるんだって。いや知ってます。僕風呂も入ってないですよ。なんで髪の毛ぺったりしとんですよ。昨日も俺も入ってん。今日朝も入らなかった。俺もギリだったもん結構。昨日動画の撮影で遅かったんですよ。帰ってきたら12時ぐらい。12時ぐらいです。うん。まあ言っても、まあ、いつも飲んでる時時間と変わらないですけど。全然変わらない。シャワーぐらい。シャワーみたいな。シャワーすら見てないです。俺シャワーって。シャワー。パンツすら履いてない。顔だけシャワー。顔だけシャワーありますね。顔だけシャワーあります。入っちゃいますよ絶対に。嘘だ。まあこのガキね、舐めとるよね。毎回俺と待ち合わせしても遅刻してきてね。はい、舐めとるね。そうでしょ。お前のボーニングルーティーンいい？一応いい。多分普段より目が開いてないです。だけどでも目が線になってます。線になってます。線に。俺もか変わらないような気がするんだけど、なんか俺ほんと顔やばいな。ほんと線にしかなってないやつだろ。線にしかなってないな。目っていう目がないっすよ。クラみたいな顔しとるやん、お前。あ、もう行くんか。家に行ってらっしゃい。行きます。映ったの。家に行ってらっしゃい。ティナーに行ってもらうか。ティナーぞ。あ、ティナーぞ。ティナーぞ。ティナーぞ行くんか。どこだそれ。どこだそれ。小牧稲沢。稲沢、いってらっしゃい。今日は足場職人の資材置き場でモーニングルーティーンを見てみました。スーツ着てないですけど。90分着てないです。なんでまだ遅刻。そうです。やばおまけで使います。師匠皆さん。本当だな。あいつなんか俺は遅刻しんとか言って酒飲んどる時テラに怒っとったやん。そういうとこじゃねえのとか言って。そうですね、まあ、そんな感じです。まあ朝ね、毎朝6時に動画上げとるのな、うちは。そうですね。なんで見てくれてる人結構1時間でもバーってね1万人とか見てくれる時あるんで、まあ、みんな結構朝早く頑張ってくれてると思いますけど、まあ、お互い頑張りましょう、はい、もう撮っとるで。もうリージに電話します。どこやどこや。お前そういう時はちなみにリージ上手。おいリージお前こういう時はお前覚悟してこいよ。もうちなみに21分ですよ、視聴者の皆さん。いや、僕今日ちょっと初めて当日欠勤しますよ。お前なんか居酒屋で偉そうに撮ったな、テラリー。そういうとこじゃねえの、遅刻するとこじゃねえの、お前人がなかなかお前の言うことを聞かんのはって。おー、嬉しい。どうすか、待ってます待ってますよ。どうですか。舐めとるっすね、あいつ。はい。やったのかなと思って、最近。お前これ動画に残るけどいいか。あ、違います。それは一応先輩だもんね。面前に公開されるけどいいか。いやマジで、ね、2回ぐらいポコポコにされてますから。勝てんかったっすやっぱり。力では。いやなんかあの人周期があるんですよ。冬は弱いんですよ。ああそういうこと、ね、夏は早いんですけど。夏は冬は弱いんです。マジでダメとんない。僕にもなんか言ってきましたんで。嘘。なんて寝坊だでつ。冬は起きるのだわ。動物かあいつは。冬眠症。クマと一緒っすからね。冬眠クマと一緒だよ。冬は冬眠症です。そう、ダメとんなあいつ。じゃあちょっと、じゃあ視聴者の皆さんもうちょっとお付き合いください。はい、お願いします。来ましたね。なんで、なんで止めん。車の衝突に走ってきた。絶対走らないとか。絶対走らないとか走った。だからリジー、おやなんていうこと。説明じゃあ、まあ、チャンスだけやるわ。何か説明したいんだったら。起きたらもうテラミちゃん起きたらパッと起きたらもう7時でした。いざちょっとテラミ持たせない。せっかくいいシーンだと。はい、お願いします。おはようございます。視聴者の皆さん、はい、足場職人モーニングルーティーン。モーニングルーティーンではない。二階堂上流モーニングルーティーン。みんな寝起きた顔してきましたけど、まあ、7時今8分30分だね。早むね。
まあ、いつも6時に動画も見てくれてますけど皆さんがね、はい、うん、まあ、みんなでもっと早く撮るとかな、うちの YouTube6 時から俺毎日公開設定こうやって朝6時に起きた夢の中でしたよ、朝6時にピッて押して公開してんだから、突っ込んでやっていうのはまず嘘だけどね、放送事故やお前、頭が終わらない、申し訳ないですね、はい、じゃあ6時ちょうど30分になりましたんで行ってきまーす。